ねえ、みんな見て見て、彼女。はい、どうも、猪瀬春樹と申します。人形作家です。今日はですね、アヘ顔をね作ろうかなと思いまして、っていうのもですね、数ヶ月前とかにアヘ顔を作りましたよっていうこと動画あげたんですけど、あれ結構好評だったんですよね。また作ってとかさ、あれ好きでしたとかってこう言ってくれる方がいっぱいいるので、あ、じゃあもう一回作ったろうと思って、アヘ顔は何本あってもいいですから、まあ、ということでございまして、じゃあ作っていく。まず、これが必要になります。はい、発泡スチロールです。顔がこれぐらいの大きさなんで、これぐらい、はい、こうえいやっ、ね、こうやってくっつけていきます。で、くっつけていく時の接着剤は何でもいいです。あのエポキシ系だったら何でもくっつくんじゃないかな、多分ね。これなんか何でもくっつくから絶対の信頼を置いてます。で、混ぜました。よいしょと。これが何になるかというと、顔ってポンって外したらね、結構な体積じゃないですか。で、これを、ね、全部粘土で充填しようとすると、あのすごい量の粘土必要になっちゃうんですよ。なんでこのね、中のその造形に関係ない部分は一旦発泡スチロールで埋めてしまおうという作戦で、発泡スチロールを使ってるわけです。あの僕の場合はいつもなんか2枚ぐらい重ねとけば、まあなんとかなるでしょうみたいな、そんな感じでやってます。説明終わり。はい、出た。これで OK。これで10分20分ぐらいしたらいい感じになります。次に必要なものはこれです。粘土ですね。はい、で、僕がいつも粘土を使うときにラドールってやつとプルミエってやつですね、この2種類の粘土を1対1で混ぜて使ってます。なんで1対1で混ぜるかっていうと、この2つの粘土って結構違いがあって、こっちが小学校とかで使う油粘土みたいな、ちょっと硬いイメージ、みんなが知ってるもので言ったら、で、こっちはどっちかっていうと紙粘土に近い、柔らかくて軽い。で、この2つ混ぜると強度があって、ある程度軽い粘土が出来上がるんで、これを1対1で混ぜてます。ということで混ぜていく。ペラーン、よいしょ、どこでしょう。いいですと。はい、こいつらはサランラップに巻いて保存してください。そうするとね、長持ちします。これがちょっと固まるまで待ちますか。はい、じゃあそういうことでいい感じに固まりました。これにだいたい顔の形を描いていきます。こんな感じにあると思うんですけど、結局発泡スチロールがこんな感じで内側にあるはずなの。この発泡スチロールと一番外側の線の間がこう粘土で埋まってるわけで、顔に対してこんな感じになるといいです。はい、こんな感じで、ここはもう全部粘土みたいな。はい、じゃあそんな感じで切っていこう。で、なんか発泡スチロールって捨てるのちょっとめんどくさかったりするんで、なんかあの市役所に電話してみたりとかして聞いてみてください。そしたらあとは地道に削っていきます。まあ大体あの顔のね、土台がね、こんな感じでできましたんで、粘土を持っていきたいと思うんですが、使うものはこれとね、粘土、そしてカッター1本あればできますんで、はい、で、まず最初はいい感じに平たくね伸ばしていきます。で、ペット、はい、こんな感じで混ぜる。うん、いいんじゃない。迷いなく粘土を持っていくターンに入ります。顎と鼻を作ってあげます。こうやって、よいしょと。鼻は三角に切ってあげればなんかそれっぽくなります。はい、こんな感じかな。で、そしたら次におでこを作っていきます。こんな感じで、はい、おでこドン。うん、いいね、顔っぽくなってきたよね。で、そしたら次ほっぺた、ニュンと。今回はちょっとアニメっぽい感じにしたいんですよ。アヘ顔ってね、どっちかっていうとアニメ表現じゃないですか。パーツをいちいち大きく作っていこうかなと思います。口を作るときはこんな感じの塊を作ります。そしたらペンって置きます。こんな感じでいい。これが口です。口なんかみたいな顔になってますけど、いいの、それでいいの。なんかここら辺のさ、感じとかさ、ちょっと戦慄かなのさんっぽい雰囲気ありません？可愛い曲線ですよね。で、今回はなんですけど、表情のある作品を作るわけですよ。まあ大体ここら辺までできたら顔を開けてあげましょう。はい、こんな感じで開いて、はい、開いた。で、舌がこう出る分、こっちも
こうなる。写真とここを見比べながら、なんか写真とここが違うな、ここが違うなってところを一つ一つ潰していくと、いい感じになるかと思います。僕はいつもそうやってます。滑った。あ、ぽくない？ぽいんじゃないの。この間、バーに行ってお酒飲んでたら、面白い人がいて、自分会社やってるんですよって話されて、ってことは社長さんなんですかみたいな。いや自分あのスイーツ生栗っていう会社やってましてみたいな、生クリームのみを自販機で販売しててみたいな、なんか令和の虎とかにもね出てたらしいんですよね。あ、すごいやと思って、で結局なんだろう、その人とね仲良くなって、で帰ってきてからあのそのスイーツ生栗が気になっちゃって、で買ってみたんですよ。じゃ持ってくるわ今から。なんかギフトセットみたいなの買ったんですよ。よいしょ、缶の中にこれでもかと特製クリームを 90% も詰め込んだ商品です、はいはい、僕が買ったやつはなんかホワイトチョコ&ラズベリーって書いてあるやつと、あと生栗っていう一番オーソドックスな商品なんでしょうね。殺せ、これはやばいね。あ、うまいわ。まずはそのまま一口食べてください。その後は熱々のトーストに塗ったりパンケーキに思いっきり乗せたりするのがおすすめです。なるほどね、クリームだけで満たされたいって書いてある。面白い。ちょっとせっかくだからさ、こっちも食べていい？あら、美味しそうだわ。やばくない？あ、うまい。ラズベリーの酸味がいい感じですね。うまいな。これせっかくだからさ、トースト乗せたいよね。でん。べ。うわ、やばすぎ。あ、いいですね。よいしょ、OK。あ、うまい。あ、なるほどね。あ、これはいいね。うめえ。これ案件じゃないのでお金をもらってませんからね。あの普通に気になって、普通に今お腹が空いたので食べてます。なんかうまいこと案件をちゃんと動画に入れてきたなみたいな思ってるかもしれませんけど、あの普通にこれ私欲で食ってますから。いただきます。なんかこっちの方が甘さが控えめに感じるかもしれないですね。あの酸味がある分、もうこっちの方が好きかもしれない。うめえ、うまな、うめえな。あそこに人形がいるんですけど、たまに話しかけます。ちょうど見えないわ。こういうさ、なんかビジネス考える人たちってさ、アイデアめっちゃ面白くないですか。なんか生クリームを自販機で売ったら売れるって誰が思うよっていう話なんですよ。すごいよね、こういう発想僕にも欲しいですね。あの大満足ですね。甘いもの食べたって感じがします。美味しかった、いい体験でしたね。ありがとうございます。じゃあ制作に戻りましょう。これを固めにいきます。いってらっしゃい。レンチンをしたんですけど、まあ、この粘土の場合素材的にね問題ないのでやってたんですけど、素材によってはレンチンダメだよっていうものがあったりとかもするし、あとあれはね時短の目的がありますね。そう、水分が飛ぶからやってるんですけど、これからね何をするかっていうと、耳とかあと舌を作ろうかなと思っております。で耳とか舌を作るにあたってですね、やらなきゃいけないことがあって、で舌を造形するんだったら内側から手を入れたいわけですよ。そう、その方が作りやすいじゃないですか。っていうのと、最初の方に発泡スチロールを中に入れてたと思うんですけど、それを抜くために頭割りますか。よいしょ、はい、 OK。はい、まあ一旦ねちょっと耳をね作っていこうかなと思います。なんとなくこんな感じ、ここにこうやってペッてつけていきます。もう一旦こんなもんで、こんな感じでこういう感じでしょ、こんなもん。右耳がねなんとなくこんな感じで完成しましたと。ぬーん。目開けるか。目を、えいや。今めっちゃエロ画像映してるんですけど、笑顔だからさ。いやー、歯があった方がかっこいいな。歯をどうやって作ろう。半端なものにしたくないな。
自分の歯の型を取るかという案が自分の中で今出てきています。なんか面白いからやってみる？自分の歯の型取る？全然あり、やってみたいしな。こういう顔なんで、前歯がここら辺までこうやってちょこっと出るかなくらいの感じだと思うんですけど、その前歯だけをねちょっと取ってみようかな。用意したものはこちら。はい、ということでアルジネートって言われるね、歯医者さんとかで歯の型を取ったりとかするときに使われるようなやつです。人形作家の家には大体あります。適当に言ってます。まずこのアルジネート自体はですね、粉なんですけど、水と混ぜて使うとドロッとした質感になるんで、そのドロッとした質感になったアルジネートを口の中にぶち込むと、でそうすると大体5分ぐらいで固まってくれて、いい感じにね型が取れるっていうのがこれですはい、美味しいご飯。なんかここがさちょうどフィットしそうじゃないと思ったので、これを使います。もうね、あの歯のね型を取る用の容器なんてねあるわけないんですよね。はい、ちょっと大きめに切っとこう。あはは、よし、ちょっとうまくいくかわかんないけどレッツゴー。水をちょろっと加えます。はい、そしたらこれをねっとりと、はい、このもんか。よし、じゃあ口の中入れるよ、せーの。あ、うん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 、あー、まずかった。気持ち悪いけど取れた。はい、こんな感じで、前歯がねいい感じに取れました。なんか我ながらなかなかいい経験をしたなって思うにゃん。次第2案、はい、光硬化じゃない二液性の樹脂です。まずこれをちょろっと出しますと、はい、出したらこのね粉、思った2倍ぐらい入れます、はい、ねりねり薄く伸ばすと気泡が抜けます。そしたらこいつに垂らしていきますと。はい、これでちょっと交換持ちましょう。樹脂がね塊申し上げたんで取り出していきます。お、歯ができた、イエーイ。結構いい感じですね。結構歯です、歯だね。ということで眼球を作りますんで道具をね用意します、これが眼球を作るその基礎の部分を作る型、シリコン型で、こっちがその眼球を作るためのねオーブンで固まる粘土ってやつですね。これを使っていく、これにね石膏をとりあえず流し込んでいきます。固まるまでカット。石膏がね固まり申し上げたんで外していく。うん、うん、ペタン。これが白目たちなんで、こいつらに粘土をこう持っていっていい感じにしていきます。いやね、瞳孔をハートにしてみたいんですよね。よし、はい、大きいかもだけど、めっちゃハートだよね。よいしょ、あ、かわいいんじゃない。じゃあレジンをね流していこう。最初にちょっとだけにする。ちょっとだけ固めます。でもう一回でいやー、眼球。じゃあちょっとね舌を作っていこうかなと思います。はい、ということでございまして、となくねパーツが揃ってきました。こいつらをねくっつけていって、でこいつでね後で蓋をこうパッと閉めて造形編は一旦終わりみたいな感じになります。まず下からやろうかな。こんな感じでくっつけていく。木工用速乾ボンド、あの人生でね多分100億回以上は見てると思うんですけど、これをここにゆっくりつけましょう。そしたら好きな位置にエイヤーして
この位置に固定して、固定用の粘土を裏からちょっとつける。はい、こんな感じで仮止めしたんで待っていく。次ちょっと面をくっつけるか、ちょっと仮でくっつけてみるか。一旦ね、仮で仮できとうやなとか言うなよ、ぶっ殺すわ。うん、こんな感じ。イエーイ、かわいい。こんにちは、大丈夫なんですか。目とね、舌が入ったんで、後頭部をね、つけて蓋をしていきます。あとは放置、乾くまで待ち、待ちましょう。うん、ちゃんと固まってる感じがしますね。よし、じゃあそういうことで続きをやっていく。てっちゃまだな。そうそう、あのね、視聴者さんからいただいた服なんですけど、あ、そう、ちゃんとね、様式日に習ってね、ストッキング履いてきました。なんで持ってんだって話なんですけど、あ、そうだ、 YouTube18 万人ありがとうございます。ついさっきね、行きました。ありがとうございます。ありがとう、アリーナー、アリーナ。昔ね、僕あのセーラー服をね、ラブホで一人で泊まった時にね、着てました。そう、てくらいセーラー服が好きです。スカートの丈なんて短ければ短いほどいいんだから。これもね、だいぶスカートの丈短い、膝上10センチ、わかんないけど。はい、まあ大体なんだ、ヤスリ掛けみたいなのが終わりもしまして、次何するかって言いますと、塗装をするために下地を塗っていきます。この目の部分あるでしょ、ここに色塗られちゃったら困るわけです。なのでマスキングなるものをしていきます。あの、僕って結構特別な人間なんですよ。今何言ってんねんこいつと思ったでしょ。でもね、事実そうなんですよ。何が特別かっていうと、人形を作るのがとてつもなく好きなところなんですよ。これがね、結構な特殊人類でして、人形を好きになれる人は多分世の中に結構いっぱいいるんですよ。実際に人形を好きになって制作し始める人ってまあいないんですよね。で、結局ね、人間って何をやったかとか、結果今どうなってるかが大事なので、まあもちろん過程も大事なんですけど、一方で結果をね、欲しい時もあるわけですよ。才能っていうのは能力とかね、うまさじゃないですからね。その人がそのコンテンツをどれだけ好きかっていうところが僕は才能だと思いますんで。よし、まあこんなもんでいいでしょう、大体ね。こんな感じでマスキングが終わりました。こんな感じで、塗り塗りしていきます。塗り塗り、ここまで見てくれた方はね、お気づきかとは思うんですけど、作業はずっと地味です。ずっと地味、入れますと。はい、そしたらペコッと閉めてレッツゴー。下地がね、塗り終わりましたんで、これにね、まず青色を塗っていきます。青色で、なんで青色を塗るかっていう話をするんですけど、肌の下に青色を塗っていい感じに透けてくれるとですね、あの、肌に透明感が出るっていう、まあ、手法です。毛とかだったらなんかもう少し血管っぽくね、塗ったりするんですけど、顔の場合なんか血管っぽく塗るとちょっと怖くなっちゃう気が個人的にはしているので、柔らかく塗る方がいいかなと個人的には思ってます。じゃあ一旦こんなもんにしましょう。次は色を作ります。黄色と赤と白があればいけます。うん、まあ、こんなもんにしましょう。じゃあそしたら塗っていく。この青い感じが消えるまでやります。ほら、可愛くなってきたんじゃない？ここから顔のね、塗装していくんですけど、これを剥がしていくところから始めますか。はい、と、はい、OK。舌を塗ろうか。デフォルメ気味でいい気がするので、結構ピンクに塗っちゃおうか。試しに塗ってみるか。いや、可愛いって言いながら作ると可愛くなります。多分ね、結構そうだと思うな。どうかな、結構ありなんじゃないか。なんか間違ってはない気がする、方向性は。よいしょ、はい、うん、いいんじゃない。なんでこんな変な色なんだ。あれ、茶色の作り方ってこんなじゃなかったっけ。色の勉強してないからさ、何色と何色を混ぜたら何色になるとか知らないんだよね。知らないでどうやってやってんだよって話なんですけど、なんかこの色ってこの色を混ぜたらいけんじゃねえでやってるんですよね、いつも。たまにこうやって外します。ちょっと目の上一旦塗ってみるね。むず
なんかどういう価値基準でメイクっていうものが上手い下手が出るのかが分からん。なんかファッションとかもさ、なんかかっこいい可愛いだけが綺麗だけがさ価値基準じゃないじゃないですか。デザインとしてのその強度とかさ難しいですね。ちょっとずつちょっとずつちょっとずつよいしょっと。結局可愛くなりゃいいから、自分が可愛いなって思えたらそれでいいのよ。ある？あ、なんかっぽいかもしれない。てか女の人ってこれ毎日自分の顔にやってんでしょ。すごくね、うん、よくめんどくさくないね。いや、めんどくさいのか。めんどくさいってなんか言ってた気するもんな。人形作家に女性が多い理由ってこれ？もしかしてそういうこと？メイクする時のハードルが男より低いから、そういうことなんか。いいな、でもこれ毎日やれたらめっちゃ勉強になるな。練習になるし、僕もメイクやるか。口をどうするかという問題があるんだけど、こういう感じか。こういう感じじゃない？でなんか口もなんか周りをちょっと動かす方が良いらしく、ちょっと薄く全体塗ってみるか。いったちょっとずつそれっぽくなってきたんじゃないの。まあこんな感じか。はい、ということでまあ一段落しましたと。まあこんな感じですよと。ちょっとね全体的に汚れてる部分とかがあるんで、そこら辺をねちょっと修正していきます。なんかいろいろ今回は挑戦になった気がしますね。こう市販で売ってるこういう化粧品ってさ、いやマジでなんか伸び方がえぐくて、こうやってつけた時にこうやればさすんごい伸びんの。それがなんか非常に使いやすくてですね、たまに使います。血が昇るような表情なので、あへ顔ってさ顔が赤くなりそうじゃないですか。なんで結構強く入れていいと思うんですよ。うん、ぽいんじゃないですか。涙とかよだれとかを作ろうかなと思います。レジン液どうしたいかと言いますと、よだれをディヤーって垂れてる感じとかそういうの出したいのよ。よいしょっと。でここの境界線が気になっちゃうからこれでこう直すと。よいしょ。あとは目の周りとかなんか潤い的なものが欲しいところにいい感じにこう、こんなもんでどうでしょう。はい、可愛くない？アヘ顔ダブルピースってこんな感じで、はい、ということでございましてですね、アヘ顔がやっと完成しました。ちょっとね思ったより時間かかっちゃったな。こんな感じでございます。イエーイ。まあ、ちょっとポイントでも話すか。今回口開いてると思うんですけど、口をあーって開けると分かると思うんですけど、こんなひし形な形しないんですよ。口の形ってもう少しこういう風に丸くなるっていうか。でそれだとアヘ顔ってどっちかっていうと崩れた顔の形なわけですよ。で崩れた形なのに対してリアルなものが崩れるってなると、なんかどっちかっていうとちょっと気持ち悪さが出過ぎちゃったりとかするんですね。そうなのでちょっとデフォルメしてアニメっぽいフィギュアっぽい感じと、あとリアルっぽさをいいバランスで造形できたらいいなって思ってはいまして、でまあその中で一番こうアヘ顔の中で崩れてるところってどこかって言ったら口なわけなんで、そう口のねデフォルメとリアル度合いをいい感じに綱渡りする感じの作品になればいいなと思って、結果はこんな感じになりました。まあでも可愛いじゃない。まあ、今回顔だけだったんですけど、まあ、今度ね顔と全身とやれたらなとか思ったりしています。アヘ顔リベンジっていうことで、まあ、僕は前回よりかは成長を感じるので満足はしています。結構ね可愛い感じになりましたということでございまして、アヘ顔ができたよ。この動画が面白いなと思った方は、チャンネル登録、あと、メンバーシップやってますんで、どういうのをあげてるかっていうと、こう制作してて、粘土練ってるところとか、あと、ヤスリがけしてるところとか、動画にしてない分をあげたりとか、たまに旅行したりとか、釣り行ったりするんですけど、そういうプライベートなところとかを、メンバーシップの方で動画にしてるんで、もしよかったらそっちもね、見ていただけると、ありがたいですね。じゃあ、そういうことで、皆さん、ありがとうございました。バイバーイ。